この放送は日産自動車ニコ通販とご覧の各社の提供でお送りします。サウスカロライナ州ここスパータンバーグに元気いっぱいに乗り込んでまいりました。今回の遠征はあの七尾で衝撃のデビューを遂げました輪島にとりましてはそれに続く試練、また鶴田天竜にとりましても59年の AWA 地区の遠征に続く海外遠征ということになります。で、全日本プロレス中継では今夜のビッグマッチ、そして8日に行われますノースカロライナ州シャーロッテでの、ビッグマッチ、この2つのビッグマッチを、2週にわたってお送りする予定でございます。さてここサウスカロライナ州はニューヨークとマイアミのほぼ中間にあり北海道とほぼ同じ大きさです。ここサウスカロライナ州スポータンバーグは全日本プロレスと固い絆で結ばれております。世界最大のプロレス組織 NWA 元会長ジム・クロケット・ジュニア氏のテリトリーで、お膝元のお隣ノースカロライナ州とともにプロレス熱は非常に高く NWA 主要マーケットの一つでもあります。皆様にはこのジム・クロケット・ジュニア氏は世界タッグ五輪アメリカバッシオンツアーの主催者としておなじみだと思いますが、この地はロードウォリアーズ、ラシアンズ、ロックンロールエクスプレス、ミッドナイトエクスプレス、ダスティン・ローですら、まさに全米のトップレスラーが集結したクロケット王国と呼ばれるテリトリーであります。また全日本プロレスはこのジム・クロケット・ジュニア氏のバックアップによりまして、馬場が52年にノースカロライナ州グリーンズボロでバロン・フォン・ラシクの挑戦を受けた PWF ヘビー級タイトルマッチを実現させておりますし、57年には来週放送する会場のシャーロットコロシアムで鶴田がトミー・リッチとイライレッドナショナルヘビー級タイトルマッチ防衛戦、また引退しました大仁田がチャボ・グレロからインタージュニアのベルトを奪取しました。また思い起こせますば、天竜、春園田、口正信、そしてデビュー前の輪島もここで修行を積みまして大きく成長しているわけであります。また天竜は苦しかった修行時代を思い出し気持ちを新たにして頑張ると気合を入れれば、輪島も僕にとってはここは第二のふるさとです、よりたくましくなって凱旋しますと力強く宣言。現在修行中の、ターザン後藤あるいはテネシーの佐藤昭夫も応援に駆けつけまして、全日本三強は万全の体制で今夜の試合に臨みます。さあそれでは NWA のオールスターが熱戦を繰り広げます、メモリアルオーデトリアムのリング上にご案内いたしましょう。さあ注目の6人タッグマッチ、実力タッグチームミッドナイトエキスプレスが登場してまいりました。この放送はアメリカで選手生活を続けております佐藤昭夫さんの解説で、進めてまいります。佐藤さんどうぞよろしく。よろしくお願いします。早速荒れた試合展開になってしまいましたね。ビッグルーバが先制攻撃、そしてミッドナイトエクスプレスもこれに応戦しております。リング中央大きいのがビッグルーバー、おっとデニス・コンドリーがトニー・ジーンを場外におっぽり投げました。そしてビッグブーバー、これがボビー・イートンであります。ミッドナイトエクスプレス、さあ完全にエディ・ロバートに的を絞りました。さあビッグブーバーが何を見せるか、ショルダータックル豪快に決めました。206センチ185キロのビッグブーバーであります。そしていいコンビネーションを見せますボビー・イートン、185センチ110キロ27歳。このボビートンはあのアメリカの長州力と言われているそうですね。ですね、今現在でアメリカで一番若手の中でですね、はい、期待されているあの将来のなんていうんですかね、あのチャンピオンクラスに間違いなくなるだろうと言われている選手ですね。まるであのダイナマイトキッドを思わすような戦いぶりであります。そのボビートンからデニス・コンドレーにつながれた深夜特急ミッドナイトエクスプレス校長、これがマネージャーのジム・コルネット、この持っておりますテニスのラケットで、相手をチームを一撃します。このマネージャーのジム・コルケット、さあ今度はアレン・ウェストであります。アレン・ウェストのデニス・コンドリー、
レディスコンドリーがグラウンドの展開に持ち込みました。そしてビッグブーバーが185キロの体重を乗せて、そして今度は何があるか、あとハイキックであります。なかなか身軽ですね、この選手ね。そうですね、はい、彼はですね、ジム・コーネット のボディーガードなんですよ。ああそうですか。それで最近試合の中にですね、はい、6人タップでよく顔を出すようになった選手、なんかビッグブーバーってどっかで聞いたような名前ですけどね、佐藤さんね。そうですね、非常にちびっこで人気がこの会場でもあります、ビッグブーバー。一度馬場選手ともやらせてみたいですね。そうですね、名前も似てますからね、はい、そうですね。しかしながら気はこの小さくて、優しそうな顔はしておりますが、ご覧のように荒っぽいファイトをしますビッグブーバー。さあデニス・コンドリーを捉えて、うわーっとこれはすごい、なんていうことですか、素晴らしいタイミングですね、なんていうんですかね、アバランシュ気味に決めましたビッグブーバー。そしてデニス・コンドリーにつないでまいりました。アーン兄弟のスカウトでプロ入りしまして、1980年にジョージア州のヘビー級チャンピオンになりました。このデニス・コンドリー、そのままおっとパワースラムを見せておいて、そして人間爆弾、デニス・コンドリー、ボビートンが飛んだ、ボビートンが飛んだ、そのままカウント3入ったミッドナイトエクスプレス&ビッグブーバー会長。さあアメリカサウスカロライナ州スポーテンバーグからの海外遠征第1弾、さあご覧いただきましょう。アーン・アンダーソンとそしてトリー・ブランチャードがチームを作っております。そして対戦相手はロン・ロッシーとジョン・サベージ。今ゴングが鳴りました。解説全日本プロレス所属の佐藤昭雄さんにお願いします。まあ、佐藤さんはこのアメリカでの試合、経験が非常に長いわけですが、これお互いどういうチームですか。これはですね、はい、タリー・ブランチャード、アン・アンダーソンというのはですね、NWA 世界チャンピオンのリック・フレアと3人義兄弟ということでですね、はい、よく6人タッグもやりますし、はい、3人の中でね、よく4人タッグですよね、はいはい、それを試合よく組んでやってるんですよ。あー、なるほど。さあアン・アンダーソンとそして、タリー・ブランチャードですか、ペースを取りましたね。タリー・ブランチャードはですね、はい、小さいんですけどもね、今大変にパワフルなレスリングをやってですね、はい、もうシングルでもですね、はい、もう完全にここのトップクラスでやってます。あー、そうですか。さあ完全にペースを取って、そしてタリー・ブランチャードが出てまいりました。現在ナショナルヘビー級チャンピオンであります。バックドロップがなんか必殺技で、鶴田もテーズ時期ですけども、このタリー・ブランチャードもテーズから襲ったそうですね。そうですね、それとですね、はい、タリー・ブランチャードはいろんなですね、タックのですね、はい、大技っていうのがね、見せるものあるんですよ。あ、そうですか。今日も見せてくれるといいんですけどもね。そうですね、まあ、万能プレイヤーということを聞いております。さあ、アンダーソンが出てまいりました。さあロープ際、この辺は巧妙だ。アンダーソンであります。そして目まぐるしいタッチワークも見せます。アン・アンダーソンは世界のテレビ王者。さあ今度はタリー・ブランチャードとダブルの攻撃。ああ、これはちょっとご注目でかけましょう。フロントレッグチャンスリーのような形で押しましたね。そのままカバーの体勢に行きました。アン・アンダーソンが抑え込んで、ロン・ロッシーとジョン・サベージからホールを奪いました。完全な勝利、見事な連携でしたね。そうなんですよね、はい、あと2つほどね、変わった、シュープレックスがあるんですよ、2人上がるの、はい、今日はまあね、1つしか見せませんけども、さあご覧いただきましょう。まさにタリー・ブランチャードのオールマイティーなレスリング、技、テクニック、そしてこのアン・アンダーソンのラフファイト、これが見事に合体いたしました。これがフィニッシュです。フロントレックチャンスリーのように決めまして、豪快にカウント3入りました。プロレスラーとして第二の人生を歩み始めました。注目の元横綱輪島は鶴田天竜とともにアトランタ経由でいよいよここ海外遠征決戦第一戦の地、アメリカサウスカロライナ州スポーテンバーグに乗り込んでまいりました。輪島は昨晩はデビュー前の修行時代からお世話になりました日本食レストランに直行しまして、七尾の海の幸をお土産に渡すとともに、大好きな日本料理に舌包みを打ち、睡眠もたっぷりととりまして、今夜の試合に向けて英気を養いました。
また夜には七尾大会デビュー戦のビデオをみんなで見て反省会なども開かれてました。ところでこの衝撃のデビュー戦では輪島は決戦に向けまして4時より公開スパーリングを行いまして、馬場、ドリー、テリーらに最後のチェックを受けました。ではそのスパーリングの模様をご覧いただきましょう。その今はね、あんまり大技に私はこだわることはないと思うんですね、はい、ですから、まあ、相手の動き次第で、その時に応じた技をスムーズに出せたらいいと思う。さあ見ましょう、スモータックル正面から打ちました。そしてドリーファンクジュニアをグッと睨み据えました。サイドからは馬場アセンシュの激励、そしてアドバイスが飛んでおります。ロープブレイク、山さん、ドリーが仕掛けましたよ、うん、このエルボーです。輪島の顎に突き刺さる、ドリーのイブシンのエルボー、さあ輪島返す、水平打ちからすくい投げ、そしてスモータック、今公開スパーリングパートナーのドリーファンクジニアとがっちり握手を交わしました。そしてジャイアント馬場の指示を受けたところであります。そしていよいよデビュー戦であります。輪島の第二の人生が始まります。石川県七尾市は能登半島の中心地、漁業、農業、観光で大きく発展しています。市民はプロレスラーとして人生の再出発をする輪島を温かく、そしてご覧のように熱狂的に迎えてくれました。さあ輪島です。輪島は4月の13日プロレスに転向、全日本プロレスに入団、6月から実戦訓練、7月にアメリカ本土に渡り第2次実戦訓練以来、タッグマッチ2勝、シングルマッチ5勝7連勝で今夜ふるさと七尾で日本デビュー戦を迎えます。このタイガー・ジェット・シンがデビューの相手になりました。どうする輪島、どうする輪島、アメリカで戦ってきた相手とは正直言って実力が違う。ちょっと荒れ模様のリング上、タイガー・ジェット・シン、まあ凶暴なファイトで輪島を翻弄するかどうか、タイガー・ジェット・シン。錦をたどれるか、輪島ひろし、おっと背中を見せた途端にサーベル攻撃、やはりラップレーできた、輪島頑張れ、輪島試練の勝負だ、男になれるかどうか、日本デビュー戦、足を取った、引きずり込んだ、青い鉄柱攻撃、これはいい攻撃だ、青い鉄柱攻撃、輪島、さあ、いけいけ、そしてスピニングトーホールドだ、ドリーファンクジュニア、仕込み、ドリーファンクジュニアがもう懸命に教え込んだスピニングトーホールドを多用しています、しかし、闘志を表す、闘志を表す。さあ輪島が前に出ることを望みたい、ちょっと後ろに下がってはいけません。さあ、お、突っ張りだ、突っ張り、相撲技を出してきた、さあ行ったぞ、チョップ、ご覧ください、この力強い輪島レスラー、輪島の姿がある、打った打った打った、打ちまくれ、すごい勢いで殴り合う、打ち合う、さあなんとか勝利が欲しい、勝利が欲しい、輪島のデビュー戦、今ゴングが乱打されておりますが5分50秒、両者反則、両者反則という最低でございます。輪島はリングに生きる男、完全なるレスラーになったのです。まさに山田さん、身も心もレスラーそのものですね。そうですね、本当にね、やる気満々、はい、いい根性してますね。そうですね、こうして輪島はデビュー戦を引き分け、白星では飾れませんでしたけれども、その気迫あふれるファイトは素晴らしいものでした。また試合後の記者会見では興奮と悔しさに目を真っ赤にしながらも、今後プロレスラーとして
さあこうして乗り込んできたスポーテンバーグでの海外遠征決戦第1戦、早速リング上輪島の飛脚あせるファイトに期待しましょう。アメリカマット界のトップが一堂に会しました。アメリカサウスカロライナ州のスポーテンバーグのビッグマッチ、いよいよこのメモリアルコロシアムに輪島が登場であります。元横綱の輪島、あの七尾での鮮烈なデビューを思い起こします。さあ輪島、引き分けを挟んでの8連勝なりますかどうか。全日本プロレス海外遠征決戦の第1戦、まず輪島が入場であります。そしてその横にはダスティン・ローです。今夜の相手はランディ・モーキーであります。大きな声援が飛び交います。サウスカロライナ州スポーテンバーグメモリアルコロシアムであります。やはり日本の相撲グランドチャンピオン、このお客さんも知っておりまして、大きな声援が飛び交います。衝撃のデビュー戦を遂げました輪島、第2の修行の地アメリカに再び立ちました。さあサウスカロライナ州スポーテンバーグメモリアルオーディトリアム、大変なお客様が入りました。元横綱輪島の登場。さてこの試合、長くアメリカで活躍されております全日本プロレス所属の佐藤昭雄選手に解説をお願いします。佐藤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 Weighed in tonight at 260 pounds from Nanao, Japan, Wajima. そして輪島ひろし、 Come from Japan、 元横綱の輪島ひろしが紹介されました。試合の方は30分一本勝負であります。今夜はご覧のようにライトブルーのトランクスをつけました輪島、一段とたくましくなりました輪島、精悍な表情、朝黒く日焼けしましたこの肉体。さあ今30分一本勝負のゴングが鳴りました。あのタイガージェットシンを相手に互角以上の喧嘩ファイトをやって抜けたのは非常に高い評価を受けましたこの輪島であります。馬場鶴田天竜もその気迫を高く評価しておりました。佐藤さん、この最終トレーニングに立ち会いまして、この輪島に対する第一印象というのはどんなものでした？ですね、はい、あまり言葉では言わないんですけど、大変物事を深く考えるように、ね、はい、思われたんですよね。あ、そうですか。今夜は果たしてどんなファイトを見せますか。まずすくい投げで、相手のランディ・モーキーをリングの中央に這わせまして、そしてボディースラム。まあ、七尾大会では、スプリングトーホールドなども見せましたけれども、今夜は一つ佐藤さん、ゴールデンアームボンバー、これに期待したいですよね。そのゴールデンアームボンバーが炸裂しますかどうか。さあ場外からランディ・モーキーを呼び寄せました。試合後の記者会見では、思いもしなかった両者反則引き分けという結果に輪島の唇は震えまして、悔しさで目頭が熱くなっておりました。辛かった半年間の修行をもっとぶつけたかった、自分の全てをふるさと七尾のファンにもっと見せたかった、このように言っておりました。そしてまた佐藤さん、はい、渡米前にですね、このこちらへ来る前に新との再戦をね、馬場選手に直訴してきたんですよ。この辺が輪島らしいところですよね。これからですね、どんどんいろんな選手を戦っていかないといけないわけですからね、はい、やはり勝てない選手には勝てるまで挑戦すべきじゃないですか。はい、まあ、その第2の修行の地アメリカに、その第1戦の地がここサウスカロライナ州のスポーテンバーグであります。さあ第1戦を飾るかどうか輪島、どんな攻撃を仕掛けられても自分の技を生かせるようにしたい、そしてどんな相手にでも対応できるようになりたい、このように反省を込めながら言っておりました輪島です。まあ、佐藤さん、本当の本物になるのにはこれからの練習次第になりますかね。まあ、これからですよね、はい、試合始めたばかりですからね、これからどんどん経験してですね、はい、その経験を生かして、自分で試合をですね作っていくように仕向けていかなきゃならないですからね。特にこの遠征、佐藤さんはどこに期待をしますか？僕はですね、はい、まあ、日本で試合やったわけですよね、それで本人がね、大変リラックスしてるんですよ。はあ、だから細かいことの他にですね、もっともっと今度一段階上のことをですね練習しなきゃいけないわけですよ、ね、なるほど。だからその
経験した上でその試合を経験したわけですよね、はい、だからそれでその覚えるですね、覚える時間ですかね、能率をですね、はい、早くするように努力してほしいですね。まあ、それはおそらく時間が、天才格闘家ですので対決してくれることでしょう。さあ輪島が挑発しているランディ・モーキーをリング上で勝負をつけようじゃないか、こう言っております。3日の午後成田市を出発しましてアトランタ経由でスポーツハンバーグに入りました輪島。控室では他のレスラーもこの相撲のグランドチャンピオンだったということを知っておりまして、盛んにこの輪島に握手を求めてまいりました。また輪島はこのアメリカのレスラーは一人一人個性を持つ、俺も左をちょっと動かしただけで試合場がどっと湧くようなそんな選手になりたい、このように言っておりました。佐藤さん、これは頼もしいですよね。そうですね、はい、やはりあの個性のないレスラーってのは、やはり上に行けるレスラーじゃないですからね、はい、あのデビュー戦の試合後はホテルでデビュー戦の記念パーティーが開かれ、取れました、スモータックル、輪島のタックル、さあ連発を狙うか、プロレスに生きる男の道を誓いました輪島。輪島がアメリカにこの輪島パワーを見せつけるかどうか、もう一度男になるんだ、このように言っていました輪島。今の俺はリングに生きる男だ、こうも言っております。さあ今度は関節技、佐藤さんどうですか。そうですね、ちょっとあの決め方が甘いですね、はい、あ、そうですか、首の上いってるんでしょう、首を押さえて、はい、それからやはり右手でがっちり関節を非常に、ね、しかしこういった関節技あるいは投げ技への移行もスムーズになりましたこの輪島であります。全日本プロレス中継の海外遠征決戦、さあ輪島のチョップがうなりを上げております。アメリカサウスカロライナ州スポーカンバーグメモリアルオーディトリアムよりジムクロケットプロモーションの協力で日本の皆様にお送りする、さあ取れました、ゴールデンアンボンバー、そしてなんだなんだ、今度は次はなんだ、アートミックドロップ、輪島がアメリカに吠える、輪島がアメリカに吠える、喧嘩なら俺は負けないぞ、あの新鮮で見せた気迫だ、もう一回ゴールデンボンバー、今度はカウンターで放った、そのままロードウォーリアーズのように体固め、カウント3入りました。輪島再始動の地アメリカで第一戦を豪快に勝ちました。これで引き分けを挟み通算8連勝であります。佐藤さんいかがでした。最後ですね、はい、あと仕留め技をかけた後、体を入れ替えてあのカバーしたでしょう、あの辺なかなか余裕のあるところですね。あ、そうですか、この花道のお客様の祝福を受けております輪島であります。日本テレビの全日本プロレス中継海外遠征決戦、この放送はアメリカサウスカロライナ州スポータンバーグメモリアルオーディトリアムよりジムクロケットプロモーションの協力で日本のプロレスファンの皆様にお送りしています。がいよいよ NWA の大きなマーケットの一つサウスカロライナ州スポーツハンバーグメモリアルオールトリアムのリング上に登場しました。本場アメリカでも鶴田天竜の名前は浸透しておりまして堂々の入場であります。アメリカ大陸の広大な大地にがっちりと根を下ろした全日本プロレスのエースコンビ、自信満々の表情であります。左鶴田、そして右天竜、鶴竜の揃い踏みであります。今夜の相手はトニー・ジーン、そしてブロディ。Ladies and gentlemen, this tag team event is two out of three falls with a 60-minute time limit. Introducing first of all, in the corner to my left, from Miami, Florida, 242 pounds, Brody Chase. さあ、まずブロディ・チェイスが紹介されました。His tag team partner is out of Athens, Georgia, 265 pounds, Tony Zane. そしてトニー・ジーンであります。トニー・ジーンは27歳、そしてもう一方のブロディ・チェイスは26歳、共にアマレスの経験があります。 Weighing in at 255 pounds, Tenryu. そして風雲のぼり流イライラのサルヘビー級チャンピオン Tenryu 現地上であります。 Jumbo Tsuruta.
そして AWA ヘビー級チャンピオン、そしてインターナショナルヘビー級チャンピオンに返り咲きました日本のジャンボ鶴田であります。リングアナのコニーシェーバニーさんによりまして両チームが紹介されました。60分の3本勝負、砂漠レフリーはトミー・ヤングさん。試合前のボディチェック並びに注意が行われております。まあしかし佐藤さん、この鶴田天竜は過去の遠征と同様に、まあ、今回もこのアメリカ大陸ドカッと腰を据えましてね、主要ロードをサーキットしておりますが、おそらくこの今夜もアメリカ市民のこの度肝を抜くような試合、これを期待したいところですね。そうですね、あのアメリカに来るたんびにですね、あの貫禄がついてきてますよね。そうですよね、スタイスにいましてもですね、はい、あの昔から知ってる、前から知ってるレスラーですか、はい、なんかこうあの市民になって話してますよね。そうですね。さあまずはトニー・ジーンが出てまいりました、今夜のこのアメリカサウスカロライナ州スポーターンバーグからの試合でございますが、解説は長くアメリカで選手として活躍しております全日本プロレス所属の佐藤明夫選手にお願いしております。さあ一方の日本勢は天竜でありますが、ちょっと出だし捕まっております。天竜大いにこのアメリカに全日本プロレスの存在というものを大きく大きく刻みつけてもらいたいと思います。まあしかしこの天竜はアメリカの修行時代、佐藤さん、このノースカロライナ州を主戦場にしておりましてね、天竜の名は本当にもうの会場の人でも知ってるようですね。そうですね、はい、ここの会場もですね、あの天竜選手がいた当時はね、はい、毎週来てたはずですよ。まあ、鶴竜にとりましては57年以来の NWA 地区への遠征になります。またその後には59年に AWA 地区へ遠征しております鶴竜であります。まあ、初めはこの天竜選手もね、今でこそこのペラペラなんですが英語が分からなくてね、本当に無我夢中で修行したことが懐かしいという話をしておりましたが、その当時にはリッキー・スティンボート、トミー・レッチ、あるいは和風マクダニエルだと対戦をしております天竜。まあ、佐藤さんもこの地区にはいろいろ思い出があると思いますがね、はい、いかがですか。自分はですね、はい、ここに1年3ヶ月ぐらいいたことあったんですよ。あ、そうですか。77年78年ぐらいですか。ここはあの大変ですね、プロレス熱気のあるあの地区なんですよね。はい、まあ、あのプロレスはですね、どこの街ってもあのファンが多いみたいですね。あ、なるほどね。非常にこのお客様も興奮をいたしまして、好きな選手が出てくりますと本当にもう熱狂的な声援、足を踏み鳴らして声援を行っております。さあ今度は天竜の動きが速くなったぞ。さあ中央で地に伏せて、そしてブロディチェイスに、おっとそのまま足を捉えてバックを取るが、おっとブロディチェイスもこれを返していきました。両選手中央でスタンディングポジションを取って、天竜一呼吸入れました。ジャンボ鶴田の登場であります。まあ、この鶴田にとりましても、57年、来週放送の会場のシャーロッテコロシアムになりますが、ユナイテッドナショナル当時のチャンピオンとして、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオントミー・リッチの挑戦を受けて、これを防衛いたしました。またこのスポーツアンバーグの会場のお客様もその試合をもうしっかりと、覚えておりました。これはジャンボにとっては忘れられない一戦であります。さあここでジャンボが徐々にペースを取り戻したか、エルボーであります。2週間にわたってお送りしておりますこの海外遠征決戦、来週のこの時間が、ただいまご案内しましたようにノースカロライナ州からのビッグマッチをお送りする予定でございます。あ、それから佐藤さん、思い出せばその今度の来週のシャーロッテのコロシアムでありますが、あの現在引退しましたの大仁田選手がのチャボゲルレロを破りまして、インタージュニアのチャンピオンを取った試合も思い出深いですよね。そうですね、はい、まあ、今はもう引退しましたけどね、そうですよね、まさに涙のベルトダッシュでありました大仁田選手を思い起こします。それから全日本プロレスの春園田、あるいは淵といった選手も、この地で修行をいたしました。ノースカロライナ州、そしてサウスカロライナ州は非常にこのプロレス熱の高い NWA の主要テリトリーの一つであります。ジム・クロケット・ジュニア、元 NWA 会長のお膝元であります。さあそのリング上、ジャンボ鶴田、厳しい攻撃だ。相手はトニー・ジーンに変わっている。トニー・ジーンに厳しい攻撃、ニーリフトを突き上げていく。そしてあの世界を取ったバックドロップを見せてもらいたいジャンボ鶴田であります。まあ、この天竜鶴田ともこの海外遠征を振り返りまして、この海外遠征というのは
非常にこの修行で視野が広くなったということを言ってるんですが、この修行はどういう点でプラスになりますか。海外遠征は、はい、自分の知らないあの言葉の国にいるわけですよね、はい、だからやっぱり物を見て、考えてですね、はい、自分で物事を確かめていかなきゃいけないわけですよ。自然とやっぱりね、あの頭を使ってですね生きていかなきゃいけないですからね。それがやっぱりあの根性になり、やはりあの少々めちゃくちゃなこともできるようになるんですよね。なるほど、そういった試練を乗り越えまして、この天竜、そして鶴田、今の鶴田天竜があるわけであります。あ、しかし佐藤さんどうですか、この対戦チームトニージン、ブロディチェイスも、なかなかこれ頑張ってますね、隔離相手にね。そうですね、はい、あの片方のですね、トニージェイですから、かなり大きいですね。そうですね。さあブロディチェイスが出てまいりました。なかなか張り切ったファイトを展開しております。さあちょっと打たれております、ちょっと打たれております。エルボードロップが炸裂。まあこの地区はノースカロライナ州、そして、サウスカロライナ州のミッドアトランティックと言われておりますが、大勢の強豪タッグチーム、例えばラックンロールエクスプレス、ロードウォリアーズ、ラシアンズがいます。それだけに大いにこの鶴竜も燃えております。あと鶴田が、天竜が捕まっておりまして、鶴田がこれを救出に行こうというところなんですが、なかなかいい連携を見せておりまして、トニージーンとブロディチェイス、天竜は完全に捕まえております。あの新潟大会インタータックのベルトは奪取なりませんでしたが、あの引き分けは勝利にも匹敵するものでありました。遠征後次期シリーズ、最強タッグリーグでの優勝、そして新年度でのインタータック奪回に大きな自信を持ちました鶴竜であります。さあその鶴竜のコンビネーションが分断されている、これは一番あの佐藤さん悪いパターンですかね。そうですね、はい、あの日本のですねトップの選手であるということで、若い選手がですね、はい、あの要するに舌は壊してやるという感じでですね、はい、どんどん向かっていってますよね。そうですね、まあ、このインタータックでのベストバウト、そして、鶴田は両国大会反戦からインターのベルトを奪回しました。自信を持ってアメリカ遠征に乗り込んだ鶴竜であります。今夜の解説は全日本プロレス所属の佐藤昭雄選手、解説をしていただいております。アメリカに在住、テネシー、そしてカンタスで暴れる佐藤さんであります。若手の後藤選手あたりと、オリエンタルエクスプレスを結成いたしました。また全日本プロレスの川田選手もモントリオールで、現在頑張っているということであります。そして今回の輪島の最新業、大いにこの海外で日本選手が頑張って新風を全日マットに吹っ飛んでもらいたいと思います。さあ鶴竜が打たれております。天竜、さああの苦しかった修行時代を思い出して、そして反撃の糸口を掴んでもらいたいと思います。天竜であります。さあこれ切り返していくブレンバースター。しかしちょっとダメですね、はい、この選手かなり重そうですね。重そうですね。ちょっと天竜、打った天竜もダメージが、残っていそうであります。2週にわたってお送りしますこの全日本プロレス海外遠征決戦、来週のこの時間はいよいよ第2弾になりますが、 NWA の本拠地輪島の最終トレーニングの地でもありましたノースカロライナ州シャーロットから、ビッグマッチをお送りする予定であります。さあ今夜はその海外遠征の第1弾、サウスカロライナ州スポーツンバーグメモリアルオールトリアムでのリング上の鶴竜のファイト。さあ鶴田にタッチ、鶴田にタッチしたぞ。全シリーズ一番光ったのがこの鶴田だ。さあ返す刀でブロディチェイスとトニー・ジーンを打って打って打ちまくる。そしてそして今度は今度はブロディチェイスにショルダースルー、ショルダースルーであります。さあ恋とばかりに身構えた鶴田、心技体充実、反戦を破った自信は大きいぞ。リング上に王立ちのジャンボ鶴田、思わずエスケープ、思わずエスケープのブロディチェイス、やっとここで全日本軍がペースを巻き起こしましたね。そうですね、まだまだ、はい、鶴田選手余裕持ってやってますね。そうですね。さあこの気迫を待ち望んでいたぞ鶴田、あっとしかしラフ攻撃に出てまいりました。さあ鶴田をロープに振って、あっと逆に返していって、あっと一
チェンシェンク、チェンシェンク、トーキックを見せました。そして上からエルボーを打ち落とします。ジャンボ鶴田、全日本プロレスと深い絆で結ばれましたプロレス界最大の組織 NWA の元会長ジム・クロケット氏のジュニア氏のお膝元であります。このノースカロライナ、そしてサウスカロライナ、今夜はスポーテンバーグ海外遠征第1弾をお送りしております。さあ逆エビ固めに入りました。さあこれでギブアップ入るか、ちょっとロープが近いようだ。まあこのクロケットジュニア氏は、ジム・クロケット・ジュニア氏には日本にも NWA のタイトルマッチやリック・フレアの一緒に来日したり、タッグ五輪、まあ、ババ・タイガー・マスが出場しましたが、そういったタイトルマッチなどでもおなじみであります。そのクロケット氏のテリトリー、 NWA の主要マーケットの一つ、弟のデビッド・クロケット氏は、チャンネル8のプロレスコメンテーターでもあります。さあプロレスの NWA の本拠地、ここサウスカロライナ州スポーテンバーグ、鶴竜がスカッと勝ち名乗りを上げたいところ、ジャンピングに、ジャンピングに、この佐藤さん、はい、ここへ来て鶴竜があのクイックタッチになりましたね。そうですね、あのやっとあの、はい、お客さんと一体になったような感じでね、やっと調子が出てきたんじゃないですか。そうですね。さあそして天竜のあのパワーボムあたりもこの辺で見たいと思います。この辺で見たいと思います。さあボディースラム、ボディースラムであります。さあエルボーの構えだ、トップロープからエルボー、天竜が打っていきました。そのままエビに固めてカウント3、鶴田がうまーくこの相手をカットいたしまして、カウント3が見事に入りました。鶴竜黄金連携をアメリカのリング上で見せたわけであります。さあブロディチェイス、レフリーがカットに入ります。鶴田も入ります。しかし鶴田はカット、鶴田はカット、この間にダブルの攻撃、ダブルの攻撃、天竜の腰が落ちます。トップロープからズルズルズルっと落ちてしまいました天竜。サウスカロライナ州スポーテンバーグメモリアルオーディトリアム、徐々に熱を帯びてまいりましたが、あの会場のお客さんもあちょっと隔離おかしいなといった感じですね。そうですね、同じ攻め方をしているわけですよ、この外人2人は。そうですよね、まあ、今やっと場外でですね、はい、少し違う形で攻めてきましたけど、はい、やっぱり同じ攻め方ではこの2人は捕まらないですね、うん、そうですね。さあその鶴竜でありますが、どういった形でいつ反撃を開始しますか。あっと今度は目つぶし攻撃、目つぶし攻撃、ブロディチェイス26歳、プロレス歴2年、アマレスの経験があります。このブロディチェイス、さあ天竜を投げて、体は大きいんですがショルダースルー、ショルダースルーを打っていきました。ちょっと肩から落ちてますね今。あそうですね、ちょっと受け身が取れなかったか天竜。あやはり左の肩を押さえています天竜、かなり苦しい表情だ。そして両の手でこの天竜のこめかみあたりをぐいぐいぐいと締め上げます。天竜苦しいか、これは早くタッチしなきゃいけませんね佐藤さん。そうですね、でもあの山本選手まだ若いですからね、はい、腕を攻めなきゃダメですよ。あそうですか、今腕をあの痛めておいてチンロック取ったら、はい、今また腕にちょっと戻ったみたいですね、あの辺がやっぱりまだ経験不足です ね、 ね、今やっと腕に戻りましたね。ま、この腕を攻め続ければ、ま、天竜のバックドロップですとかラリアットですとかパワーボムですとか、そういった大技が威力半減ということにもなってしまいます。さあしかしチョップで返していくが、また目つぶし攻撃だ、一進一退の攻防。しかし反則攻撃で外人チーム、トニー・ジーン、そしてブロディ・チェイスが、どうやらペースはまだ握っているようであります。右の腕でこの佐藤さん、チョップをして打開を図ろうとしたんですがね。そうですね、あのこの大きい選手ですね、はい、あのプロレスのやっぱり鉄則ですよね、やはり痛めたところを攻め続けるというと、はい、かなりあの基本に忠実ですよね。あそうですね、さあ天竜が捕まっております。
た必死の反撃を試みる。しかし髪を掴んだ、髪を掴んだ。トニー・ジーン、今度は踏みつき攻撃、スタンピング攻撃。コーナーの鶴田落ち着いております。まあ、この辺は元インターアタックチャンピオンコンビ、このぐらいでは相手はまだ大丈夫だと、俺のパートナーは大丈夫だと、その辺の信頼関係ですかね、佐藤さん。そうですね、この外人チームはですね、はい、大技があんまり見られないんですよね。あ、そうですね、当て身技が多いですね、佐藤さん。だからこの辺でまだ中田選手もね、まあ、余裕を持ってるったらおかしいんですけどね、はい、まあ、そういう方面でまだ安心してるんじゃないですか。あ、なるほどね。さあ、ジム・クロケットジュニア氏のお膝元、ノースカロライナ、そしてサウスカロライナの、海外遠征決戦、今夜はその第1戦、サウスカロライナ州スポーターンバーグメモリアルオールトリアムからお送りしております。そのジム・クロケットジュニア氏でありますけれども、NWA とますます交流を全日本プロレスと深めようではないか、お互いのためにこれはプラスになる、そして、そのために骨を折るのは私は厭わない、今後もどん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 いい選手が、そしてこちらからもいい選手を送っていきたい、このように控え室でコメントしておりました。スモールパッケージホールド、これは完成なりません。天竜、さあタッチできるか、しかし後ろから捕まってしまいました。ブロディ・チェイスがまだ出てまいりました。なんとしてもこれは天竜を返さないという戦法ですね、佐藤さんね。そうですね、先ほども言ったようにここで大技を出さないけど、はい、あーっと狙っておりました、円髄、反対に円髄に行かれましたね。あー、そうですね。さあ今度は鶴田、さあ満を持して出てまいりました。さあ鶴田が今日は非常に光っております。さあキック一寸、そして出るか、この辺でジャンボライト、まだ行かない、まだ行かない、佐藤さん、まだ行かないですよ。この後出してくるのか、いつどこで出すのか。さあ陣を捕まえて、一つ一つ技を確かめるようにジャンボ鶴田、まずジャンピングニーパッドも打ってまいりました。さあ今回もアメリカ遠征でドカッと大地に腰を据えて NWA 主要ロードをのし歩くことでしょう、ジャンボ鶴田。さあその海外第一戦飾ることができるか、エルボー、この辺の攻め方どうですか、佐藤さん。そうですね、もう、もっと思い切ってあれじゃないですか、はい、そろそろフィニッシュホールにつないでいくべきじゃないですか。ダメージはかなり与えました。さあ完全にトニー・ジーンを捕まえております。エルボー攻撃、あー、そして厳しい攻めだ、顔面へのスタンピングというよりはもう靴の底でかきむしりました、鶴田であります。さあダブルの連携が見られそうだ、アメリカのマット上ダブルの連携が火を吹いた、ダブルパンチ、ダブルエルボー、鶴竜の黄金連携が蘇りました。さあなんだ、オクトパスか、いやサイドスープレックスを返しそうだぞ、おしかし天竜が勝った、天竜が勝った、リングの中央に這わせた、トニー・ジーンを捕まえた、トニー・ジーンフラフラだ。さあジャンボラリアット行くか、ジャンボラリアット行くか。さあ右腕をしごいていった、ここで打ってまいりましたジャンボラリアット、大きな歓声に包まれました。スポーターンバーグメモリアルオーディトリアム、完全にカウント3、トニー・ジーン伸びてしまいました。日本連取、日本目も連取。いや佐藤さん、これでこの日本のファンとしましてもちょっとスカッとした思いですね。そうですね、今のあのラリアと顔面半分に入りましてですね、はい、半分あの宙返りする形を落ちてきましたよね、はい、大変あのインパクトに決まってましたね。あ、そうですね、いよいよ AWA、NWA の本拠地、シャーロッテコロシアムにこれで鶴竜は胸を張って、臨むことになりました。